15円でこの数値出ちゃったらもう行くっきゃないから。え、月のある東南側が東京湾だから。ん、なんだっけそれ。ロケーションも悪くない。あれなのにこの外見だからな。注意していてしすぎるということはないだろう。悪いやつ。貴様一人で地上を支配できると思っているのか。哀れなやつだ。この俺にでかい態度さえ取らなければ見逃してやってもよかったんだが。来ないならこっちから行くぞ。爆発する気。こいつ、お前の最後だ。埼玉、興味ある。そうか、俺の上着でよかったら使ってくれ。生物学的な強者で追い詰められていない人間に与える過酷な状況がこれか。んじゃ、負けんなよ。従う道理などない。どうしてこうなった。それだけなのに、いつの間にかヒーロー協会に S 級ヒーローの証を送りつけられ、最強の新人だとか。無理だ。ロボット相手じゃ名前の圧力も通用しないし。埼玉市出るよ、キング。じゃあまたな。あれ、埼玉市なんか爽やかになってない？え？え？どこだ？テンション上がってきた。君ら会計と会計監査だろう。戦闘中。戦争に個人的な感情だと、バカバカしいにも程がある。こんな思考するほど冷静じゃないのか。私は必ず。同じ名前だし思い入れもあるんじゃないか。あの場を静観するようなやつでいてはいけないと思った。くそ、貴様のその直情的かつ浅はかな行為をいつかその身に消してやる。わあ、いや、俺に聞かれても。あの時か。即お大隊を率いるなど前線以上のリスク。結構容赦ないこと言うな。やっぱ俺は口パクのままでいいよ。黙れ。このままじゃ命がいくつあっても足りん。無防備な女の子放って帰るわけにはいかんだろ。何度か起こしてみたんだが、俺たちのこれからについて。
お前、秘密にしといてくれ。